さま、こんにちは、サークル音楽教室でギターを教えている田村大志でございます。今週の1曲のお時間なんですけれどもですね、実はですね、 前のね、今週の1曲っていうコーナーでですね、ここのサークル音楽教室 の受付やってくれてる坂上くんとね、僕がヘビメタのギター弾くっていうのでキャッキャキャッキャ言いながら弾いてた映像があると思うんですけど、ね、あれね、ちょっと最近ですね、ちょっと YouTube のですね、画面にですね、こうアップロードするのにですね、凄まじい時間がかかるという事実が分かりましてですね、会話がカットされるという、ね、決して僕たちあれですよ、放送禁止用語や悪いことを言ってくれて、パーッとなってるわけではないんですよ。でね、でそれで、多分ね、ちょっとご覧になった方ね、意味わからん会話の部分があったと思うんですよ。あれね、何か言うと、最初の前置きにですね、サークル音楽教室ヘビメタル部、ね、重金属部っていうのを作ったというの、それで僕が部長で坂上が副部長やということで、これ部員募集中やいう、そういうことをうらうら言ってたんですよ。それが結構長くてですね、サクッとカットされてですね、それで部長がソロ引くやないやって、何言ってんねんこいつみたいな状態になったわけなんですよ。そこちょっとね、わからんかったらいかんなと思ってお詫びしておきます。はい。で、とか言うて結構僕今うだうだ喋ってるのもカットされた。どうしようかなみたいな感じなんですけど、でですね、今回ですね、今日はね、ちょっと趣向変わってまして、なんとですね、どう言えばいいかな。今週の一曲予告編というパターンでございます。何が予告なのか。ですね、普段僕が一人でやってる時、こういう iPad でこう伴奏鳴らしてくれるソフト使ってですね、その上でギター弾いてたんですけれども、次回の、今週の1曲の時、なんとこれが生になります。でどうなるかというと、サークル音楽教室の学校長である藤君がパーカッションを弾き、坂上君がアコースティックギターを弾いて、僕がアコースティックギター、すなわちパーカッションとアコギ2人っていう、このパターンで今からやる曲を演奏します。で今回は機械なので、一応ドラムもベースも、でそれから一応アコースティックギターの打ち込みのような音なんですけど、それが伴奏してくれた上で、僕が、メロディーを、まあ、テーマっぽいメロディーをなんかこの場でアドリブでもうすぐ作っちゃいます。それでやってソロ弾いて終わるみたいな感じなんですけど、予告編ということなんで、今回は2コーラスだけやります。で次回の時はこれが本ちゃんで生演奏になるので、コーラス数とかその他全部未知数でやります。はい、ということでやりたいので、この進行なんですけど、これもちょっと作ってみました。で楽曲の名前もないんですけど、割とこう切ない感じのするバラードを作ってみましたので、でこれをですね、次回の時に坂上くんがチャレンジするということで、楽曲のタイトルは何でしょうかな何が決まってないんだよね。チャレンジャー坂上っていうのひどすぎる耳障りはいいんですけど、割と実はコードこちょこちょややこしいんですよ。それをこうチャレンジしてもらうということで、はい、坂上くんのさらなる向上もね、こう楽曲の美しさにこう混ぜながらということで、チャレンジャー坂上という曲で、はい、いきたいと思います。ということでちょっとやってみます。はい、2コーラスだけです。まずなんかアドリブ、テーマっぽいのを弾いてからソロ少しだけ弾きます。はい、
はい、いやこんな感じです。でこれが次回生になりますので、乞うご期待。ありがとうございました。ありがとうございます。